紀元前6世紀の諸民族とネウロイ人の位置。ネウロイは古代ギリシャ時代に黒海の北ヒュパニス川上流部とボリステネス川上流部に挟まれた地域から北方に渡って広く住んでいた部族。シャーマニズムを用い狼男に噴する祭祀を行うことで知られる。その宗族や地理から現在の東バルト語群の諸民族やスラブ語派の 諸民族と関連づけられる。古代イギリシャの歴史家ヘロドトスはヒストリアイにおいて次のように記している。すなわちネウロイ人の国はおそらく全6世紀初頭と思われる時代に、後にスキタイ諸民族やギリシャ人がネウロイ人から蛇の襲来という風に聞きつけてきた最悪に見舞われたため一度遥か東方のブ武ィの居人が住む地方まで、 集団疎開したことがあり、ヘロドトスの時代には彼らはすでに元の国土に戻って住んでいるというのである。アケメネス朝のダレオス一世はボスポラス海峡を渡ってトラキア人を征服すると続いて北のスキタイを征服するべくイストロス川を渡った。これを聞いたスキタイは周辺の諸民族を集合してダレオスに当たるべきだと考え周辺所属に死者を送ったが、 すでにタウロイ、アガテュールソイ、ネウロイ、アンドロパゴイ、メランクライノイ、ゲロノイ、ブディノイ、サウロマタイの所属の王は会合し、対策を練っていた。スキタイの使者は、所属が一致団結して、ペルシアに当たるため、スキタイに協力してほしいと要請した。しかし、所属の意見は二手に分かれ、スキタイに賛同したのは、ゲロノイ王、ブディノイ王、 サウロマタ用のみであり、ネウロイラソノタの所属は、スキタイの言うことは信用できないとし、協力を断った。こうして、すべての民族が同盟軍に加わらなかったため、スキタイは正面からの攻撃を諦め、焦土作戦によってペルシア軍を迎え撃つことにした。しかし、それでも同盟に参加しなかった所属に協力してもらおうと、スキタイは戦いの最中に、 彼らの領地に侵入し、無理やり戦いに巻き込もうと考えた。まず、ペルシア軍を、スキタイ領の奥地へ誘い込んだスキタイ一区部隊は、ブディノイの領地まで行ってから引き返し、北を迂回して、スキタイ本国へ戻った。それを追うように、ペルシア軍も、スキタイ本国へ向かった。そこでダレオスは、スキタイ肉連合部隊と遭遇し、追跡を開始する。 かねてからの計画通り、肉連合部隊はダレーオスに追われたまま、ペルシア軍をメランクライノイ、アンドロッパゴイ、ネウロイの領地に誘い込んだ。スキタイ軍とペルシア軍が押し寄せたことに驚いたネウロイなどの諸族は山を乱して、北の無人の荒野を目指して逃走した。こうして、スキタイ軍はペルシア軍に追われたまま、次々と同盟に参加しなかった諸族の領地を荒し回り、 ペルシア軍を疲弊させることに一役買ってもらった。スキタイ人は王族スキタイ、遊牧スキタイ、農耕スキタイ、農民スキタイなどに分かれており、そのうちの農耕スキタイは輸出用の農作物を栽培していた。現在のドニエプル川、現在の南ブーフ川、北欧一帯に古くからルフしているベアボルフの伝説に関連のあることは明らかである。現在のドナウ川、 ありがとうございます。